中古で購入のレクサス CT200H を納車後初の洗車です。納車は昨年12月17日のことで、早いもので丸2ヶ月が経過しており、我ながら随分と洗車をサボりました。そうは言ってもパッと見は綺麗ですよね。自分流のお手入れ方法として、1、日々毛畑でホコリを落とす。それから毎日が日曜日の暇人だからなせる技ですが、2、雨上がりは朝でも昼でもすぐに拭き上げる。これだけのことですが、結構美観をキープできてたかと思います。しかしながら最近は全く雨が降りません。雨じみとかはなさそうですが、表面は結構ザラザラした感じになっています。それで満を持しての洗車ですが、最終的には素人ながらも簡易的なガラスコーティングまでを予定しています。最終的な目標は納車時の新車かと見まがうほどのピカピカを取り戻して、コーティングによりピカピカを継続することにあります。こんなことならいっそのこと納車直後にさっとコーティングを施せばよかったと今さらですね。はい、今回の洗車メニューですが、1、ホイールはシュアラスターのホイールクリーナーを使って、多分プップンはこれで除去できます。2、タイヤはクリンビューのノータッチ。3、ボディにプップンがついてるのかどうか。とりあえず車丸ごとプップンクリーナー。4、ケルヒャーウルトラフォームセットで泡洗車をする。5、プロスタッフのガラス系コーティング剤で濡れたまま拭き上げる。コーティングの前に黄金のムササビクロスで全体を軽く拭き上げます。それでは早速洗車開始ですが、最初に高圧洗浄機でホイールの水洗いします。さて、いよいよシュアラスターのホイールクリーナーを噴霧します。噴霧して3分ぐらい待ちます。もともと結構綺麗なので、鉄粉が出るか半信半疑です。付属の柄のついたスポンジでこすります。鉄粉らしいものは見られません。水で洗い流してホイールは終了です。次にボディ全体の鉄粉除去なので、全体を水洗いします。ボディの鉄粉除去はルーフから順番にボンネット、そしてサイドとやっていきます。それで思い出しましたが、鉄粉除去剤には独特の刺激臭があります。
ルーフに鉄粉がついてるかチェックします。はい、結局ルーフには鉄粉反応は出ませんでした。さっさと洗い流します。今度はボンネットの鉄粉除去です。ルーフでは鉄粉は出ませんでしたが、さてボンネットではどうでしょうか。さてボンネットには鉄粉は出るかな。つぶさに観察します。おっと、これは虫でしたね。ボンネットは終了です。鉄粉力というか鉄粉がついてないことを確認しながら作業は順調に進行しています。鉄粉除去の作業、残すは最後の一回りです。多分スプレー1本使い切る感じでしょうか。またしても虫が付着しています。この汚れはひょっとしたら多分初めての鉄粉らしい鉄粉ではないでしょうかって喜んでる場合でもないですが、最後にわずかに鉄粉が見受けられましたが、せいぜいこの程度。一般的な鉄粉力は化学反応赤紫色に鉄粉が浮かび上がる映像なので、今回はちょっと面白みに欠けたかな。これまでのところは鉄粉力を中心に編集しました。この後の構成であるケルヒャーのウルトラフォームセットでの泡洗車と最後のプロスタッフのガラス系スーパーボディーコーティングは長さの関係で次の動画となりました。引き続きご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。励みになります。